お疲れ様です。北区ノーウォーク北区アクション実行委員会やってます、北区在住の野次です。今、参院選中ということで、僕も、いろんな候補者の演説会とかに参加して、いろんな人の話を聞いてます。で最近ちょっと、新聞にも出てたと思うんですけど、いろんな候補者が3分の2の公募を今やってると思うんです。だけど3分の2が何の意味を言ってるのか 83% ぐらいの人は分かってないとかっていうニュースが出てたと思うんですけど、結構それ僕の中では衝撃的だったんですね。候補者が頑張って3分の2、3分の2って言ってるのに、まあ、それの意味が分かってないっていう人が結構そんなにいるんだなということだったんで、ここにいる人たちは知ってると思うんですけど、僕らその町を通じて3分の2の公募の意味もちゃんと伝えていかなければいけないなと思ったんですけど、憲法96条で、国会議員が3分の2、賛成すれば憲法改正の発議をできる。で今度の、参院選で、与党が3分の2を握ると、衆参両方でそういう数が揃っているので憲法改正の発議ができますよ。だから憲法を守る人は与党に入れましょうね、そういう意味なんですけども、そんなこととかも、よく知りながら、皆さん、選挙いろんな人の話を聞いて一票ぜひ7月10日投じてほしいなと思います。そんな思いで僕らも北区アクションやってますんで、これからもまたよろしくお願いします。ありがとうございます。